受受験験生生生のののメメンタルをを全回復する2人向向けけッセージを更新生向けの本も出していよにまろーどうも、かさにまろ理系担当、弁当と、どうも、かさにまろ文系担当、ふ木まです。はい、ということで今日は11月勉強法、理系科目、文系科目、すべてお話ししますということでやってまいりましょう。今日の内容ですね、かさにまろ登録をおすすめしますよということと、共通テスト対策やりましょうねということは、あと誤解についてお話ししまして、で各科目の伸ばし方やっていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。<laughs> 大前提ですね、かさにまろ登録をまずはおすすめします。まずは、5教科のね、コンパクトな授業動画本当にあります。全科目本当に揃ってるんで、全科目は嘘ついた。<laughs> 生物 とはくはないんですけども、生物は地学以外は基本的にあるかなと思います。あとまあ、倫理性的に関しては、コメラルチャンネル見てもらったらいいと思うんで、それはないですけども、基本的に揃ってるんで、全科目ね、国数 AD 社、授業動画、もう単元売ってもらったら出るから、ぜひともね、本当に、何や他の教育系 YouTuber さんと比べて、コンパクトやし、あとは語呂合わせで結構覚えたりするのが多いかなって思うので、 勉強、いやーっていう時でも結構、特っかかりやすいというのは、カサニマの特徴かなというふうに思います。え、メンタルケアですね。まあ、受験直前、結構不安だったり、焦燥感だったり、まあ、自分に対する怒りだったり、まあ、そういったネガティブ感情に苛いまれて、この、記憶が阻害される、勉強をしても頭に入らない時期とかがあるんですけれども、そういった時期に、まあ、受験、ま、最悪大丈夫でもいいよ、みたいなことを科学的な根拠を元に提示したりだとか、効率的な勉強法、効率的に記憶に良い勉強法についてですね、心理学的にお話をしていきます。まあ、そういったことでメンタルケアね、していただければいいなというふうに思いますので、毎日、 投稿していきますから、もし忙しい方はですね、ショートだけを見ていただくっていうのもいいと思いますので、登録をしていただければなというふうに思います。であとは受験生のメンタルケアはもう最後にめちゃくちゃ来るってみんな言うよね、うん、最後にくせにみんな登録しといてよかったって、1月に効果を発揮するんで、今登録してもらって1月実感してもらうちょっと、なんやろ、あとから分かる効果かなというふうに思います。<laughs> はい、ちょっと投資に似てるって感じなんですけど、そうですね、はいあの、リスクがない投資、<laughs> ノーリスク投資なんで、<laughs> それ投資って言うんかな <laughs> 違うな。<laughs> はい。じゃあ、3つですね。3つ目ですね。受験相談ライブやっておりますよということで、原則毎週やりたいなというふうに思っております。まあ、僕らの都合が合えば、水曜日にやることが多いかなというふうに思うので、まあ、どちらか一方のこともありますし、時間的に余力があれば、2人体制で、えー、YouTube ライブやっておきます、やっていきますので、えー、個別に相談がある方は、そちらでコメントを打っていただいて、それにお答えしていくっていう形でね、ライブやっていきたいと思いますので、こちらもですね、チャンネル登録していただければ、えー、っとスッと入ってこれると思います。それじゃあ、実際のメソッドについてお話をしていきたいと思うんですけれども、えー、基本的には 共通テスト対策なんだというとところになりますというのも、ここ2ヶ月間の共通テストの伸び率はマジでエグいです。で、なんでかっていうと、ここまで皆さんめちゃくちゃ基礎をやってきたんですよね。で、基礎をやってくる。で、基礎って何なのかっていうと、実は潜在能力なんですよ。潜在能力って何かっていうと、伸び率です。要は基礎っていう伸び率を皆さんがここまでググググ,グ,グって蓄えてきた段階なので、ここからはそれを応用、演習していくことによって、実際に伸び率を伸ばしていく。ちょっと日本語が変ですけど、伸ばしていく時期なんですね。潜在的なものを潜在的にしていく時期なんですよ。なので、2ヶ月間えぐいのでえ、ここから共通テスト対策メ やっていきましょうとまあ、イメージで言うと、ここから50点から150点はね、伸びるかなっていうふうに思いますので、まあ、マックス150伸びるよっていう前提で、えまあ、いい判定でも、まあ、ギリギリ150点やったらいけるかなっていうところで見てやったりだとか、まあ、ちょっとこれだと厳しいかなっていうので、死亡校を下げるとか、そういった判断もね、今の時期にしておいたらいいと思います。まあ、あと正直言うと、え、みんなも共通テスト直前になってくるやんか。だから、暗記系も今やったら共通テストまでに覚えてる可能性とか高いから、やっぱり夏に暗記系やったらさ、夏から共通テストって半年あるからやっぱ忘れちゃうよね。だから、そういう意味でも、今から伸びるよっていうのは実際マジであります。 し本番最高得点みたいな不協とも実際そうですけども実際多いです、はい、って感じです。でまあここもちょっと注意点なんですけれども2、えー、次試験が60%以上の配点を占める場合まあこれ具体的に言うとちょっとあコートで言うので聞いといてほしいんですけど強手対対対次が4対6とか3対7みたいな受験生 に関しては、二次試験対策もかなり力を入れておいてくださいよということで、まあ、共通テストボーダー最悪乗ってなくてもいいので、はい、二次試験対策、二次試験で挽回をするっていうルートで、得意科目でブッチしていくっていう方法もあると思いますので、そこはちょっと戦略です。もうこんなに伸ばさないか、もうちょっと現実的じゃないっていう方は二次試験にちょっと振るみたいな、これは人それぞれ個別の戦略がありますので、そこはちょっと自分なりに考えてみてほしいなっていうふうに思ってます。はい。で、結局、勉強法は人によるんですけれども、いわゆる共通テスト重視型の受験をする方は、共定対策に力を入れようっていう感じになってきます。まあ大 逆で言ったら大体。宮廷に関しては結構やっぱ二次試験の比率が大きかったりするから、宮廷とか。あとは東高代一橋とかやったらやっぱ二次試験しっかりやってほしいなって思う。ただ、えー、共通テスト重視系。まあ、神戸とか横国より下のぐらいの大学やったら、基本的にやっぱ共通テストの方が割合大きくなってくるんで、基本的には共通テスト対策重視でいいかなという風うに思いますね。ただ、弁当も先言った通り、もちろん共通テストも伸びきったわ。もうこれ以上伸びしんわってきったら二次試験でまくるって言うても全然あったりするんで、そこはね人それぞれかなっていうのは思います。まあ、なので原則協定対策なんですけれども。 もう協定をみんなやってるっていう荒波に飲まれずに二次試験対策をやるっていうのは戦略の一つなので、そこは自分で考えて勉強すれば特に問題ないかなという風に思います。まし、あ、不安な方はコメント欄でださい。相談してください。で、丸2番11月勉強法っていうよりは地元で言われている誤解をここで解いておきましょうというコーナーになっております。まあ、この丸2番がこの動画で言うと一番有益なポイントになります。共通テストの裏技っていう話なんですけど、実は理科社会えまあ、第一回と科目第二回と科目ってあると思いますけど、文系の方が社会が第一回と第二回とあるとして、理系の方は例えば物理科学みたいな感じで第1回と第2回とかありますよね？ っていう感じで、第1回答科目の試験時間中に第2回答科目の問題を見てもルール違反ではないです。だって冊子が配られてるんですよ。カンニングし放題じゃないですか。そんなものを一人一人の試験官が見るなんていうシステムは整ってないです。なので共通テスト、大学入試センター側も結局そういうのは別にルール違反とはしてないです。電話、あの電話で問い合わせたら、いや第1回答科目が第1回答科目の役なんですっていうふうに言うけど、ルール違反とは明言してこないんです。だからこれはもう裏技です。抜き道です。第第答答科科目目のの試験時間中に 見ててもルールー違反でではないですすこれ断言しておきます、はい、マークはできないよ回答用紙は配られてないからねはいそれから英語リスニングこちらもですねまああの皆さんのこの、まあ、イヤホンで聞くと思うんですけど4ページを開いてくださいっていうふうなアナウンスが出てきますでこの前に別にどこを開いても OK なんですねそう4ページを開くなんていう規定はございません再生したら開いて OK まあ再生する前に開くのはちょっとギリアウトみたいなところがあるのでまあまあ何かバレないバレないんですけどちょっとあんまやらない方がいいじゃないですかそういうのってだから再生したらどこを開いても OK なんでかっていうと再生した瞬間に試験時間は 始まってるんですえー、人それぞれ。なんか、人それぞれちょっと、その、押すタイミングとか違うんで、なんか、プラマイ10秒ぐらいの、あの、誤差はあるんですけれども、とりあえず、押したらその人の回答時間は始まってるんですね。なので、押した瞬間、別に10ページを開いてもいいんですよ。まあ、10ページ開く意味わかんないですけど、究極10ページ開いた方がいいっていうので、先読み、先読みっていうのが結局、英語リスニングにおいては非常に重要ですので、えー、しっかりここはちょっと徹底してください。4ページ開いてくださいの前に、先読みしておくってことが重要になります。はい。それから、これ、あんま知らない人い、多いのかなっていうふうに思うんですけど、これ知ってたなんか、あの、当時、共通、センター試験受ける うん,うんそうなんか鉛筆しかダメよっていうふうに言われる田舎の公立高校、まあ、自称進学校ってねあるんですけどそう以上募集標高ってあじゃあえっとなんだろう には鉛筆でででしかマークできませんよみたいいなことが書いてるので先生もちょっとそれを誤読して、鉛筆しか持ってちゃダメなんです。シャーペンは NG なんですっていう風に誤解されてる先生がいるんですけれども、実は別にシャーペンで塗っても大丈夫なんですよね。なんかダメよ、ダメよ。塗るのは鉛筆じゃないと、そのエラーが生じても責任取れませんよっていう風に言ってるんで、塗るんは鉛筆がいいし、まああと太いしね、鉛筆の方が。鉛筆の方がいいんですけど、その計算とかで、その、まあ、数 2B とかやっといてたら分かると思うんですけど、そのないじゃないですか、スペースが。計算スペースがないと思うんですね。っていう時に、 あのシャーペンを使ってていいいただいてもそこは全然問題ないので,あのでリスナーさんの中でもシャーペンで全部塗りつぶして特にあのエラーもなかったみたいな人もいるのでシャーペンをまず使用 OK なんだっていうことを知っといてくださいでその上で、えー、マークに関しては鉛筆を使うのが良いですよとかマイペースを使ってくださいっていう要求があるよということを押さえていただければいいかなというふうに思います、はい、でここですねここちょっと僕的に押したいポイントなんですけれども、えっと、ここは共通点勉強法の話よねこれはうねうんここだけ勉強法の話参考書や問題集は必ずしもやる気い必要はないという ことですこれ巷で言われてる誤解ですよね必ずやりきりましょうと1冊必ずやりきっていろんな参考書問題集に手をつけるなっていうふうにみな皆さん言いますでも実はそういうわけではなくてその参考書とか問題集もう自分に合わないなと思ったら損切りするタイミングも必要なんですよめっちゃ時間かかるなとこれひれ割ってったら絶対終わらないぞってなったらもう1個簡単な問題集とか参考書に落とすべきなんですよもしくはこれあ全部わかるわとかね1週2週やったもう大体解放暗記できてしまったってなったらもう別の問題集やるしかないですよねもう別な角度 いいいいいろんなところからいろんんななななととこからもののを見けで1個の問題集だけやってても解答解放暗記になってしまうだけであんまり意味がないってなったらもう他の問題集をやりきれなくてもいいからもう半分まででいいから。 半分まででもう終わりってなってもいいから、他の問題集を買った方がいいケースもあります。なので、参考書問題集、基本的に原則、もうこれ以上買わないでほしいんですよ。原則これ以上買わないでほしいんだけど、それはなんでかっていうと、一周やりきれる保証ができないよっていうふうにです。一周やりきれなくていいやっていうふうに、腹くくって買う分には僕はいいかなっていうふうに思ってます。なんで、参考書問題集終わらないなとか、やってもやっても伸びないなっていうふうに思ったら、まあ、あと一個ぐらいやったら、各科目、あの他の問題集参考書、あの、手をつけてもいいのかななんていうふうに思います。別にそのやりきらなくていいんで、その辞書があったら買うみたいなのでもいいと思うので、 そういう勉強法もちょっと試してみたら、いただければいいかなというふうに思っております。はい。ということでね、まるいちまにお話ししてさせていただいたんですけども、この時点で動画もめっちゃ長いわというふうに思ってると思います。なので、まるさんに関しては結構有用なね、有益なコンテンツになっておりますので、まるさんは明日またちょっと別の動画でね、出したいと思います。もう別の勉強法ね。これもぜひともね、見ていってください。はい、ということで、また明日バイビー,バイビー